札幌市立カシア中学校は、北海道札幌市中央区南21条西5丁目にある公立中学校。新生中学校としては、1947年、開校。前身は1931年に開校し、1947年に閉校した旧姓札幌市第二高等小学校。豊平川淵にあり、 市電沿線の住宅街にある。校舎の2階の西側が体育館になっている。札幌市立朧南小学校が隣接する。1967年以来、性教育に重点的に取り組んできた学校で、北海道性教育研究会の事務局校を務めている。総合的な学習の時間を利用して、全教員が授業を行っている。伝統的に、 生徒会活動が活発である。主な入学小学校は、ほろミ小学校、山花小学校、山花南小学校である。少数ではあるが、市政館小学校からの入学生もいる。2018年4月1日現在、1年生156人、2年生169人、3年生158人、合計483人となっている。 カシワという公名は、初代校長に就任する、安延、部、三木太氏が、開校前に命名した。その命名の理由は、以下の3点である。カシワは木も大きく重々しく、がっしりしている、つまり重厚の風があると考えたこと。当時、通学区域内であった山花公園に、立派なカシワの木があったことから、開校にあたり、有志から、カシワを公名にと望む声があったこと。 旧世第一高等学校の校章が柏であったことにちなみ、柏を公名、校章とすることで生徒の高学心を起こさせようとしたこと。校章は3枚の柏の葉を組み合わせ、中央に中の文字を配している。ありがとうございます。